2022年1月、ハチ公、川越線で活躍してきたとある車両が、事実上のラストランを迎えた。209系、3100番台。その形式名が指し示す通り、209系の一員なのだが、その外観は他のどの209系のものとも違い、ひとたび車内に入れば、JR 東の車両らしからぬ、落ち着いた車内空間が広がる。しかし、それも4連に編成で8両が在籍するうちの、6両、だけで、残る2両の中間車はというと、極めて209系らしい内外装をしている。今回は、分割民営化から35年の歴史の中でも、ひときわ特殊な経緯で生まれた、これらの電車の生い立ちをお伝えする。遡ること、2005年、JR 東日本がかねてから進めていた103系の置き換えは、最終段階に入っていた。目下、D231 系基本番台の新制導入が進んでいた常磐快速線を除けば、103系置き換えの原資には、山手線への E231系500番台導入によって置き換えられた、205系が当てられることになる。と言っても、11両編成で運行される山手線と違って、103系が残り続けてきた線区は、大半が単編成で運行される路線のため、合わせて一部の205系左派には、先頭車下の改造が行われた。一部他路線の車両も交えることにはなったものの、205系の車両数そのものは必要十分であり、このまま、103系の置き換えは、期待なく済むものと思われていたのだが、当時のハチ公、川越線には、1996年のハチ公線電化に合わせて製造された、209系3000番台が4編成在籍していたものの、残る6編成は、他線区から転入した103系が占めており、これらが元、山手線205系による置き換えの対象となった。なおこの103系、6本中1本は、ドアスイッチ設置のほか特に使用違いのない、いわばまともな103系、一方で他5本はというと、元は仙石線で活躍していた旧型国電、72型のアコモ改良車両で、車体だけ103系、であったところに、103系同様の足回りを搭載して編入された、という経緯を持つ、なかなかのくせ者だった。そのため、種車に由来する手動式の半自動ドアのみならず、流用された台枠、微妙に違う機器配置といった要素を抱えており、扱いや保守の面でも違いがあったのだが、今回の本題から外れるため割愛する。ハチ公、川越線向け205系3000番台は、これら103系の置き換えと増備分を合わせて、7編成を導入する予定だったのだが、実際の投入数は、それより2本も少ない5編成にとどまった。背景にあったのは、同じ川越線の反対側、埼京、川越線と相互直通運転を行う、臨海線の存在である。道路線が JR 埼京線との直通運転を開始したのは、大崎まで全線開業した2002年のことだったのだが、追って2004年より、直通運転を拡大するのに合わせ、JR 側が使用していた、205系にも車両不足が発生。その増備分として、本来山手線から武蔵野線に転属予定だった車両のうち、1編成の転用先を、埼京線に変更した。これによって発生する武蔵野線の車両不足は、南武線に転用済みだった編成の転属、VVVF 化で埋められ、その穴を埋めるために、本来ハチ公、川越線に導入予定だった先頭車改造編成、2編成分の種車が、南武線に振り向けられる結果となったのである。最終的に足りなくなったのは、ハチ公、川越線の103系を置き換える車両。そしてそれを補うのは、東京臨海高速鉄道側が使用する7万型だった。この車両、一部のデザインや内装こそ異なるものの、基本的には JR の209系を元にした設計であり、都合のいい余剰車さえ発生すれば、すでに209系3000番台の配置があるハチ公、川越線に配置するのに、もってこいの車両だったのである。JR 東日本に席を移し、4両編成となった元7万型は、新たに209系3100番台の名を与えられた。ここまでがこの車両の、基本的な生い立ちである。
だが、ちょっと待ってほしい。臨海線の主力車両は、開業当初から今に至るまでこの7万型。これを置き換えるような車両など、ただの一度として作ったことがないのである。では、JR に渡った分の車両は、一体どこから湧いて出たものなのか。そして、どうして一方の編成だけ、中間車の仕様が違うのか。これらの疑問を解明するには、7万型の登場に遡る必要がある。臨海線の一区間にあたる新木場、東京テレポート館が、臨海副都心線、として開業した1996年当時、当座の需要見通しがそう多くなかったこともあって、後の増備分を含め6編成の7万型が、4両編成で製造された。2002年の大崎開業を前に、10両編成の増備車を4編成投入するとともに、従来の4両編成にも順次、申請した中間車が組み込まれたのだが、完全新車と同じ10両編成になったのは、6本中たったの1本だけで、他は2両だけ中間車を増備し、船内運転用の6両編成になった。しかし、2004年改正での直通拡大に合わせ、これら6両編成の運用も、10両編成に揃えられることになり、早くも2度目の増結を迫られる事態に陥ったのである。そしてこの改正、戦術の通り JR 車の運用が増えたのとは対照的に、臨海線車両の運用は減少しており、2編成分の捻出が可能だった。そこで、それら2編成の組成を解除し、他3編成の6両編成に2両ずつ中間車を譲ることで、もはを申請せずに10両編成化を達成しようとした。残されたのは、先頭車が2組ともはユニットが1組、合わせて6両の7万型。これらこそ、JR 東日本が購入し、209系3100番台となった車両である。JR が必要とするのは、日本の4両編成。1編成分の中間車2両だけは、やむなく申請することになったのだが、車内外の仕様を中心に、JR 仕様の209系に近いものが採用された。こうして、八甲、川越線の103系を置き換える形で運用を始めた、209系3100番台。JR が私鉄や第三セクターの車両を譲り受けた事例自体、数えるほどしかない上に、申請した2両にしても、209系としては5年ぶりのリピートオーダーという、異例尽くしの存在となった。3100番台導入からわずか2年後の2007年、京浜東北線に E233 系が導入され、京浜東北線の209系基本番台は一部が廃車、他は機器更新を受けた上で、房総地区や南部線への転用が開始される。一方3100番台は、同じ八甲線で活躍する3000番台や、南部線に配置されていた基本番台に編成ともども、機器更新が見送られたまま、工事は E231 系や209系500番台といった、後継各社へと移行していってしまう。時は2017年。山手線への E235 系量産車導入に伴う、玉突き転属によって、八甲、川越線に209系3500番台、E231 系3000番台の導入が開始される。最初に置き換え対象となったのは、国鉄型の205系3000番台。ついで、八甲線生え抜きの209系3000番台も廃車、もしくは疎開されていった。従来車では最後まで残ったのが、209系3100番台。中間車に関しては、2編成ともに後継各車よりも新しかったのだが、2編成だけの少数派のためか、これらにも2019年中に一度、戦力外通告が下されてしまう。ところが同年末、中間車の新しい生え71編成が、疎開先の豊田電車区から川越電車区へと返却され、突如として運用に復帰。後に生え72編成も帰還すると、代わる代わる新車に混じって運用に就くようになった。これは、2022年より八甲、川越線でワンマン運転を開始するにあたり、後継各社への対応改造が必要となり、急遽予備車の需要が生じたことが理由だった。それらの工事が完了し、ワンマン化を翌年に控えた2021年末、2年にわたる彼らの延長線も、ついに終わりを迎える。
第三セクター会社から JR 東日本へ、異例の移籍を経験した3100番台車だったが、八甲、川越線での活躍はわずか16年と、ショートリリーフ的な役割にとどまったことは否めない。しかし車両の設計のみならず、国鉄型車両の置き換えによるサービス向上や、メンテナンスフリー化を進めたという点をとっても、彼らの存在は、まがいなき、209系の一員として、JR 東日本の歴史に刻まれていくことだろう。